ソニーの新製品の説明動画になります。ソニーショップ生は店長の片山です。今日ご紹介をさせていただく商品はこちら、2019年発売のソニーの最新のウォークマンになります。こちらの大きい方が NW の ZX500、 こちらの小さい方が NW の A の100になります。カラーバリエーションの方は ZX500 の方は2色展開ブラックとシルバー、 A の100の方は5色展開になっております。と見にはね、全モデル ZX300 と A の50シリーズとそんなに変わりはないように思えると思うんですけど、中身はむちゃくちゃ変わってます。まずむちゃくちゃ変わってるその1、今回のモデルは Android 搭載になっております。 YouTube 見ていただいたりとか Google で検索、スマホと同じように使っていただくことができます。その2、USB の C コネ対応になりました。もう長い間ソニーのウォークマンって言ったらウォークマンポートっていうのがついてたんですけど、まあ、ウォークマン専用の端子だったんですよね。便利だなと思う反面汎用性がないんで、旅行先にねウォークマンケーブル忘れてたらもうそれで使えなくなったりしてました。うっかりねコードを忘れたりした時にも100均とかでね C コネのケーブルを買ってきて接続充電することが可能になりました。今回のウォークマンはなぜ Android 搭載のウォークマンになったかっていう点なんですけど、ソニーのウォークマンっていうのは音楽データをパソコンの中に入れてそれをウォークマンに移すというやり方を長く続けておりました。でもここ最近なんですけど、スマートフォンとかのストリーミングサービスで音楽を聴かれるっていう方がね非常に増えてきたんではないかと思います。やっぱり専用機でストリーミングサービスの音楽をねもっといい音で聴きたいという要望が増えてきましたんで、 Android 搭載になったんじゃないかなと思います。今回の動画は ZX500 を中心に説明していきます。まず見た目の話をしていきたいと思います。高さの方が 119.5mm、 新しい ZX500 の方は高さの方が 121.8mm、 ちょびっとだけ大きくなりました。液晶の大きさですよね、 3.1 インチの高さが800、横480の WVGA だったものが 3.6 インチの1280×720 の HD パネルになった点がすごい良くなってますよね。当然 Android なんで指でタッチする機会っていうのがね増えてくるんで液晶画面が大きくなったんじゃないかなと思います。ただ液晶面なんですけどちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、前のこちらの方はね反射が非常に少なかったんですよ。ちょっと今回の新しいモデルはちょっと反射するんですよね。鏡のようになってるって言うかな、これはこうすれば分かるか。店長的にはねこの反射しにくい液晶が結構好きだったんですよね。横の方にもきちっと物理ボタンがございます。電源ボタン、音量のプラスマイナス、早送り、再生停止、戻しボタン、ホールドボタンになっております。こちらの側面 USB の C コネ、マイクロ SD カードの差し込み口になってます。 3.5mm のねミニステレオのヘッドホンジャックがついているところ、 4.4mm のバランス接続のできるヘッドホンコネクターがついているところが最大の特徴になります。これがついてるんで ZX500 は非常にいい音が出るという商品になっております。このあたりは全モデルと変わらないように見えるんですけど、実際にはいろいろ違います。バランス出力なんですけど、アナログ電源系統のね強化ということで高分子コンデンサー FT-CAP2 4機ついてるということになります。これをつけたことによってボーカル音とかがねより伸びのある音を再現する、力強い低音も再現できるそうです。こちらお尻のところ、背面には NFC のマークがついております。肌触りはね、背面部はちょっとラバー系ですね。で、素材のところはアルミの削り出しなんではないかと思われます。
USB の C コネを挿してみます。今回は真横に挿すような形になっております。充電している時にはランプが灯るような形になってます。当然スイッチ入れている時には右上のところに電池のマークが出てまいります。やっぱりウォークマンなんだよ、再生専用機なんだよっていうことで、ホーム画面の一番こちらにウォークマンアプリがございます。これを見ていただきましたら、今までウォークマン、ソニーのウォークマンを使っていただいているお客様、 UI がほとんど変わっておりません。一番最初のライブトップ画面になります。こちらの1個下が今の再生中の音楽、左にしていただくと再生予定リストが出てきて、お気に入り、まあ、ブックマークのようなものが出てきます。でこの下に音質設定画面が出てくる形になっております。イコライザーも変えられます。店長の一番気に入ってる機能がこのベース EHX、 もうこれ素晴らしいです。 ZX300 の時にはタイプの種類ということでスタンダードにしたいとか、女性ボーカル、男性ボーカル、パーカッション、ストリングスとか、私たちがある程度機械に教えてあげないといけなかったところが、今は AI 機能によって流れてる音楽を自動判別でベース E の HX の機器を変えてくれます。ここすげえ素晴らしくなったんですよね。 ZX500 にはもう絶対バランス接続で聞いてほしいです。超おすすめなのはソニーの MDR の 1AM2、 こちらのヘッドホンがもう本当にお気に入りです。聞くとウォークマンアプリを使ってハイレゾの音楽、全曲 TSD。 やっぱりね、ハイレゾの音源聞いてるとやっぱり心が癒されます。すげえいいです。ウォークマン音をよく出したいのに Android のプログラムで出てるとあんまり良くないんじゃないかと思いました。それちょっと調べたんですけど、これでボリュームを押すと、こちらにボリュームを押すと設定のボタンを押して出てきます。これ Android の画面になってるんですけど、メディアの音量はウォークマンミュージックアプリには適用されません。ですからこのマスターボリュームの方が大切。このこちらを押すとマスターボリュームが上がるんですよね。言ってる意味わかるかな。音楽専用機として高音質で再生するために、通常の Android 端末とは異なるボリュームの仕組みを採用しております。私もちょっとね、少しの間使ってみたんですけど、やっぱりすげえなと思ったのは、YouTube を見たりとかゲームをするときも何気にちょっと、あ、なんか音がいいなっていう感じはいたします。このウォークマン特徴のストリーミングサービスの音楽をね、ちょっといろいろ聞いてみました。一つは Spotify、 Spotify ってやっぱ AAC で音源が、まあ、出ておりますんで、音楽 CD よりも 44.1kHz 16bit よりもやっぱりどうしても圧縮している状態になります。音楽 CD の音質よりかやっぱり超えておりません。ですけどこちらのウォークマンで DSEHX を聴かせて聞くとね、やっぱりよく聞こえるんですよね。私はアワー契約しておりませんのでわからないんですけど、同じように使えれるはずです。 Google Music も同じだと思います。あと私Amazon Music HD、 この間の動画でもご説明したんですけど、やり始めました。ハイレゾ音源が聞けれるということで、パソコンで使うときにはもうむちゃくちゃ重宝しております。ごめんなさい、まだこれテスト機だからかもしれないんですけど、
Amazon Music 出てきます。でここハイレゾのところを押していただいたら、データ的には 96kHz24 ビットの音源は入ってるんですけど、 48kHz24 ビットということになりました。これはストリーミング再生でも同じ、ダウンロード再生しても同じ状態でした。僕の使い方がまだ悪いから、またはテスト機だから、または何かこれから変わっていくのかっていうのはちょっと定かではないんですけど、やっぱりハイレゾの音源 192kHz の、24ビットの音楽がありましたら、ネイティブにその音を聞きたいですよね。で必ずそういう風になってくると思います。 Amazon さんは Amazon さんのやり方でやってたりとか、 Spotify は Spotify で各社バラバラの動きをやっておりますんで、ソニーとしてはなかなか対応していくのっていうのは大変なのかもしれないけどね、必ずうまいこといくんではないかと私はそう思っております。素晴らしいウォークマンになっておりますんで、ぜひ皆さんに買っていただきたいです。当店の近くにいらっしゃる方はね、ぜひ当店の方でご注文の方お待ちしております。あと全国の方でこのウォークマン買いたいなと思っていただいた方は、この下の概要欄のところにリンク先作っておりますんでね、そこからぜひ購入の方よろしくお願いします。当店の実績になりますんでね、本当にここから買っていただくとすげえ助かります。当店のリンク先から購入していただいた方、買ったよっていうことをメールで教えてください。一応受注番号を教えていただきましたら、当店で買っていただいたっていうことが分かりますんで、ささやかなんですけど当店の方からお客様にプレゼントがありますんでね、ぜひメールで教えてください。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。もう今年のこのウォークマンの ZX500 すごいです。当店展示しますからね、ぜひ実機を見に来てください。今日は以上です。バイバーイ。今回の動画は ZX300 のみだったんですけど、次回次の動画は A の100、 こちらのウォークマンの商品説明していきますんでね、ぜひ楽しみにしておいてください。